Welcome to ガンダムオンライン。どうも、シビです。はい。準備完了。発進する。なんか、あれですよね。見れるとなんで人っていうのは変な集団心理を発揮するんでしょうねと思うんですけれども、不思議です。まあ、一人でなんかいろいろ言ってるのもそれはそれで怖いっちゃ怖いです。拠点の制圧を完了。意外と多いんです。これ下から行った方がいいかな。なんでしょう、昔から拠点の奪取に成功。そう、タムロ行きます。もったいないなという感じですね。壊れるまで続けさせてもらう。わ、坊やだからさかもしれないですね。拠点を奪いました。パワーがあるっていうのがいいことなんですけどね、若さ。いい方向に使ってほしいですな。そこだ。そのパワー。いけー。パーテー。ナイス。ガッツリガッツリいきましたよ。コーキドゲルグいいね。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。回収許せの行動をするべきことをやる。一つ数人ですよ。みんな諦めてごっ行きましたけど、行ったら行けるんですよ。核もグッジョブでした。コーゲルいいね。回収完了。素晴らしい。まだまだ回収します。すげえ音した。この手薄皮一枚傷ついただけの匂い。これこそが戦いだ。外した。最大出力で攻撃を続けます。外した。その後は下げて、はい、それどこ。いやー、まあね、若さというのはいいですよね。なんだその発言。よくも悪くも若いということは面白いですね。みんな通ってる道ですから、まあ、まあまあですね。当たりすぎだ。少しは避けろ。17歳ですか。一応交渉。背筋を正して出直してこい。来いよ、ザクだぞ。クリーマのバチャーバズが当たってればね。これは何ていうかというと、トーナメントモードのシミュレーションを私は一人でやってる。出撃する機体を選択してください。出撃する機体初動 ZC か、まあ機体行くなら機体っていう感じだったんですけど、まあ30機ってこれだけだったんで、やっぱがっつり守られると、取らないです。で、私は Z から下地下行ったんで、うん、なんとしてもまあ陽動として半々っていうのもありかもしれないかなっていう気はしました。入り込めば今みたいにいくんで、まあ、ただ相手もしっかりと守ってくるでしょうけれども、どっちの可能性も残すというのも選択肢としてありかなという。こ
これで勝ったと思うな。残念。僕は止められない。選択肢としてね、ありだなっていう気がしました。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。このくらい半々ぐらいですかね。もうコンテナ会社ない。協力願います。手を抜くとは不愉快な話だ。挑んできた勇気は褒めてやろう。背筋を正して出直してこい。立てるかなと思ったけど、だめ。まあ、立てってもっと。あなたには負ける気がしないわ。出撃する機体を、出撃する地点を選択してください。行くぞ。行ってんだけど。外した。今の外し、相手もさ外してくれない。殴られますな。まあ、ただ BA 分があるから。攻撃を一転します。まあ、ただ2がないからね。全部が全部できない。やっぱりなんかノラノラ集団は集団で、集団は集団で、本当にそう思う。再生可能です。勇気を込めましょう。回復もらってるんで。対して早く脱出しろよ。そこは結構無茶していいかな。手をお貸しします。めっちゃ無茶です。さすがポリチョウ。素晴らしいですよ、その心意気。出撃する。無理に動いて回復してくれる人をやるよりもって感じでした。2をしっかりと2に取ったら、まあ、先行落とされちゃいましたけど A に届くので、いやー攻撃いいね。いや絶対いいって。これビームシューターですよ。まあ、ビームシューターでもしっかりと反抗2カートリッジぐらいいったんで、がっつり削りましたよね。もちろん60はいいんですけど、対歩兵では60が圧倒的にいいんですけど、固定物に対しては意外といいですね。運転ビームシューでも祝勝。負けてる試合でそのスナイパーいらねえからって思いますけどね。勝ってる試合とかだと硬直でいけるんですけど、勝ってる試合ではそんなにいらない。やりました。敵を撃破しました。回収優先。まずは回収優先。マジっすか。本気ですか。お疲れになっているようですね。よっしゃー、ナイス。これはありがたいです。超ありがたい。あーマジか。聞きませんよ。これでも多くの修羅場をくぐり抜けてきましたからね。さすがと言っておこう。さすがですよ。いや本当に助かりました。届くからね。敵をもう一度砕ける。次のザストは使いますから。ビームコーティングがアップからさ、これでも多くの修羅場をくぐり抜けてきましたからね。やめてもらっては困るんだ。落
早いよ。ああ惜しい。よし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 、いい感じでございます。コーゲルいいな。私すげえ 遅咲きのコーゲルデビューですからね。すげえ遅咲きです。ただうーん、不純がどうだろう。ここちょっとやっぱアウトレンジだからゲルキャの方がいいかなと思ったんですけど、GP02 とガンダムスタッフ2号機じゃない、 GP02 とコーゲルを入れるっていう方向になっちゃうんで、ゲルキャは高いすぎるから外したんです。それがまあコースでしたかなっていう。超コーゲルいいな、やっぱ。よろしくな。絶対早いし、間違いない。早い踏み込みが浅いなと思って、スナイパーやってる場合じゃねえだろうっていう、もうあなたシミュレーションより話し、この状況下でバトルエリアルもあるから。うわー怖いですね、あれ。てかスナイパーが本当多いですね、敵さんね。ほら、必要か。まあ安全じゃ安全ですけど、それ以外何者でもない。そうすると前線が減るんですよね。はい、挑んできた勇気を込めて。コンピューターで簡単に動くのか。修理は任せておいて。どういうつもりで。ありがとう。なんだよ、俺は何しちゃってんだよ。まあ、だけどもう終わりですね。何、ああ外しちゃった。2発目我が軍の勝利です。お疲れ様でした。そんな感じで怖かった。やり C やんで、 C は決まると大きいんで、がっつり削りました。いや攻撃と気力いいな。まあ汎用性はリム種ですけど、やっぱりそのロケ地の方が圧倒的に高いのは間違いないです。まあいいかなみたいな。それでもそんな感じでございました。今は下行ったから、ね、地上でもなく下で、相手の味方のメインが主戦場、メインが北行ったからなおさら僕に入りやすくなってたのかもしれない。はい、そんな感じでございました。それでですね、個人評価の報告ありがとうございました。やっぱうーん焦げるいいな、ロケしてほしいな。あべ、取らないところさすがに。それではまた次回シルビチャンネルでお会いしましょう。シルビでした。